船木正勝は、日本のプロレスラー、総合格闘家、俳優、YouTuber ーー。本名及び旧リングネーム、船木雄二。若手時代は、本名で、リングに上がっていた。再婚しており、現在の妻は、元舞台女優の木さん泉。新日本プロレスから新生 UWF と、プロフェッショナルレスリング、藤原美を経て、完全実力主義を標榜する。 プロレス団体であるパンクラスを設立し、自ら AS として第一線で活躍した。2000年のヒクソングレーシー戦をもって引退後、芸能活動などを経て2007年に総合格闘家として復帰。2009年からはプロレスラーとして活動している。近年はレスラー活動以外にもパーソナルトレーニングジムのトレーナー。2017年からは YouTube で、 自身の体験やレスラー時代の思い出を語る動画を定期的に配信している。青森県南津軽郡小野江町生まれ。1984年3月、広崎大学教育学部付属中学校を卒業し、高校入学の前日に一度不合格であった新日本プロレスに入団。同期は、武藤慶治、長野正宏、橋本信也、野上明。 1985年3月3日、ヤングライオンハイに出場し、北茨城市民体育館で、後藤達都氏とデビュー戦を行う。ザグレート歌舞伎の記録を塗り替える、当時史上最年少の15歳11ヶ月でデビュー。1986年1月、第1次 UWF 崩壊後、新日本プロレスに U ターン参戦してきた。 藤原義明に指示し、試合前のスパーリングパートナーを務める。伸びのあるドロップキックを武器に前座戦線を沸かせる。新日本と業務提携にあった UWF の若手安城陽次、中野達夫組に野上やとタッグを組んで臨んだ試合は UWF スタイルと新日本スタイルが融合する高試合となり前座の名物カードとなった。 1987年2月、ヤングライオンハイに出場。快進撃を続けたが、橋本深夜に破れリーグ戦敗退。1987年3月、堀編成史聖子の下で国宝を学び始める。1987年8月19日、サマーナイトフィーバーイン国技館で行われた IWGP ジュニアヘビー級王座決定トーナメントに出場。一回戦で、 小林国明と対戦し前線するが11分1秒、フィッシャーマンズスープレックスでホール負け。1988年4月、ヨーロッパ遠征出発。夫・ワンツのクアに参加し、4月から12月までの間、オーストリア、ドイツをサーキットする。船木によれば、この遠征の直前に、高田信彦、山崎和夫の二人が、船木の送別会を開き、その席で、 船木に UWF 最高の意向を伝え、船木もその場で新 UWF への参加を決めたという。前田明と神慎治は遠征先を訪れ UWF 入団のアプローチをしていた。1989年1月からイギリスに渡り、山田慶一と共に活躍する。1989年4月10日、海外遠征中に週刊プロレス史上で、 UWF 遺跡を船木が宣言。船木の将来を嘱望した新日本が残留説得を試み、船木曰く再契約金1000万円。さらに試合のギャラも藤並達次、長州寺からと同ランクとするとの提示も受けたが、アントニオ猪木と前田明、同時期に UWF 遺跡を表明していた鈴木実を交えた4者話し合いの末、 新日本プロレスの円満大社 UWF 遺跡が決定した。ただ初期は社長としての義務があったので引き止めたものの、個人的には当初から遺跡を認めるつもりだったという。1989年5月4日第2次 UWF1 周年記念となる大阪球場大会で共に新生 UWF デビューとなる藤原義明と対戦する。 頭突きを使った藤原が一旦反則負けになるが、船木の希望で、試合続行されるも膝十字固めで敗退。1989年8月13日、横浜アリーナで高田信彦と対戦。開始早々、手のひらだと膝蹴りの連打で高田からダウンを奪う。意識朦朧としながら、なんとか立ち上がる高田だが、ファイティングポーズを取ることもできず、レフリーもカウント9で止め、 この10カウントを入れなかった。後に UWF 疑惑の判定ナンバーワンとなる疑惑付きの試合となった。結果は両者ダウンの応酬の末、高田がバックドロップからのキャメルクラッチでギブアップ勝ちした。1989年9月7日 UWF ファイティングベース大会よりリングネームを本名から船木正勝に改名。 1989年11月29日、東京ドームにて U コスモス開催。UWF 対世界の格闘家との異種格闘技戦を目玉とし、船木の対戦相手に当時5年間無敗のキックボクシング世界王者、モーリス・スミスが予定されていたが、練習中に腕を骨折し大役として鈴木実が抜擢される。しかし鈴木はスミスに、 幾度もダウンを奪われ大惨敗を喫する。1990年4月15日、負傷による長期欠場からの復帰戦となった鈴木実戦ではレガースを着用せず試合を行い、グラップリングのみの展開となった。1990年5月4日、日本武道館で行われた UWF ザメモリアルで前田明と初対決。船木はこの試合レガースを着用せず、 前田に対し、国宝流の手のひら底とボクシング仕込みのパンチのコンビネーションを見せ、前田をダウンさせるなど前線したが、体力で圧倒する前田が、後ろから抱え込んでの片端目で、タップアウト勝ち。試合後、しゃがみ込む船木に、前田が耳元で語りかけるシーンが見られた。1990年8月13日、高田信彦と前回と同日同じ会場で再戦。 フットワークも軽やかで、高田の打撃をパーフェクトにディフェンスし全く寄せ付けず、10分過ぎ、船木の手のひらだれんだから顔面への膝蹴りで、高田の目尻が深くカットしたためレフリーストップ。事実上ノックアウト勝ちを収めた。1990年12月、第2次 UWF 解散に伴い、藤原義明、鈴木美の瑠らと新 UWF 藤原組の旗上げに参加。 1992年4月19日、東京体育館での藤原組の旗揚げ1周年、記念工業で、プロボクシング世界4階級制覇のロベルト・デュランと、異種格闘技戦を行う。2ラウンドにボディブローでダウンしたが、3ラウンドに捕まえ、腕固めで勝利。1992年10月4日、東京ドームで、若世界ヘビー級王者、モーリス・スミスと、 一種格闘技戦を行う。4R にダウンを奪われたが判定により引き分け。1992年12月、格闘技的な路線を施行し、藤原組を離脱。藤原組離脱後は、どの団体にも所属せず、鈴木実、高橋義雄らと共に練習を重ねた。1993年9月21日、東京米 NK ホールでパンクラスを旗揚げ。 船木は、ケンシャムロックと対戦し、片方目で一本分け。1993年11月27日、全日本キックボクシング連盟の工業に出場し、一種、格闘技ルールで、モーリス・スミスと対戦、1R チョークスリーパーで勝利し、雪辱を果たす。1994年9月1日、ケンシャムロックにチョークスリーパーで勝利し、旗揚げ戦の、雪辱を果たす。 1994年10月15日、鈴木ミノールにチョークスリーパーで失神小勝ち。パンクラスにおける両者の唯一となった対戦を制する。1996年9月7日、第3大キングオブパンクラシストバスルッテンに挑戦するも、小負け。1996年12月15日、新王者決定トーナメントで、近藤優を乗れ、ジェイソン・デ・ルーシアを破り。 第4大キングオブパンクラシストとなった。1997年4月27日、近藤優己に腕ひしぎ十字固めで敗北して、王座から陥落。1997年12月20日、近藤優己にアームロックで勝利して、王座をダッシュ。1998年4月26日、外ッツアーに判定3から0で敗れ、王座から陥落。 1998年10月26日、国を訓示しに判定1から0で敗北。すで、レガース着用によるパンクラスルールでの試合は、これが最後となり、以後は UFC 参戦やグレーシー一族との対戦を見据えたオープンフィンガーグローブ着用での総合格闘技路線へ移行する。1998年12月19日、 パウンドありの総合格闘技ルールで、ジョン・レンケンにマウントパンチレンダによる勝利。この日の興行は、シュートの佐藤ルミナが会場で観戦した。1999年3月1日、長谷川里氏が道場近くのマンションから転落し、骨折に基づく外傷性出血ショックで死去。転落の状況が不自然だとして、団体責任者である小崎社長と 船木は事情聴取を受けた。小大谷安試験のインタビュー記事によると、当時船木は現場にはおらず、第一報は車の運転中に携帯電話への連絡により知った。2000年5月26日、コロシアム2000でヒクソングレーシーと対戦し、パンチによりヒクソンの左眼過程を骨折させるも、チョークスリーパーで失神負け。試合後に、 格闘技は勝負は一回だけなので、失神したら終わりですから。潔く、足を洗う決心をしましたと引退を表明。2000年12月4日、地元青森県で、船木正勝引退記念工業を開催し、全試合終了後に引退セレモニーが開催。藤原義明、佐山聡、藤波達治、山本小鉄、重心サンダーライガー、夢枕枕が、リングに駆けつけ、 最後は、船木の胴上げが行われた。引退後も、パンクラスの運営や、方向性の面で寄与したほか、俳優業、ヒーローズ等の格闘技番組のコメンテーター等で活動。なお、建設現場で働いた経験もある。2005年9月、前田明がスーパーアバイザーを務めるプロレス団体、ビッグマウスラウドの旗揚げ船で、リング上から挨拶。 全面協力を宣言した。2006年2月26日、ビッグマウスラウドの旗揚げ記念大会、徳島工業でビッグマウスラウドを脱退。2007年3月、柴田勝頼らとチームアームズを結成して、総合格闘技のできるプロレスラーにするためにコーチしていた。2007年12月31日、K1 プレミアム2007ダイナマイトで現役に復帰。 メインイベントで桜葉和氏と対戦したが、チキンウィングアームロックで一本負け。2008年4月29日、ドリーム2のミドル級グランプリ1回戦で田村清氏と対戦し、TKO 負け。2008年9月23日、ドリーム6で、かつての弟子、ミノワマンと対戦し、かかと固めで現役復帰後、初勝利を収めた。 2009年8月30日、全日本プロレスの両国大会でプロレスに復帰。メインイベントで無党とタッグを組み、長野正宏、鈴木実の組と対戦。8月31日に全日本プロレスと1年契約を締結。2009年9月26日、鈴木実のとシングルで対戦し、鈴木のレフェリー暴行により反則勝ち。 2010年1月3日、武藤圭二と組んで、太陽ケア、鈴木ミノールが保持する、世界トク王座に挑戦。26分50秒、交差式カカと固めで、ケアからギブアップを奪い、新王者に輝いた。純粋なプロレスでは、障害初のベルト獲得になる。2010年3月21日、両国国技館で行われた全日本プロレス、2010。 プロレスラブ飲料国ボリューム級で全日本初となる金網マッチで鈴木実と再戦し飛び膝蹴りで小勝利2010年4月チャンピオンカーニバルに初出場唯一無敗のままリーグ戦を突破し鈴木実と優勝決定戦を争う13分37秒鈴木のスタンディングスリーパーで船木がタップし鈴木が2年連続2度目の優勝を果たす 2010年8月30日、全日本プロレスに正式に所属。2012年1月4日、新日本プロレス、東京ドーム大会に出場。24年ぶりに参戦した新日本プロレスで、河野正樹と組んで、長田博士、井上渡組と対戦したが、試合中に、長田の膝蹴りを顔面に食らい、左頬骨を骨折。治療のために、 半年間の長期欠場を余儀なくされた。2012年6月17日、全日本プロレス、40th ィースアニバーサリーイヤークロスオーバー2012の開幕戦となった、後楽園、ホール大会で復帰。田中みノルとのタッグで、武藤敬司&、和林との復帰戦に臨み、数を腕を固めてのツームストンパイルドライバーで3、カウントを奪い。 復帰戦を勝利で飾った2012年6月29日、全日本プロレスのオフィシャルサイトで審議、変形ツームストンパイルドライバーの名称が、公募によって、ハイブリッドブラスターに決定したことが発表された。関節技とドライバー技を組み合わせたこと、および船木が、ハイブリッドレスラーと呼ばれていたことにより、船木自身が先行した。2012年7月29日、全日本プロレスの 40th anniversary year 2012 junior ハイパーリーグ最終戦で長田博史とシングルで対戦しハイブリッドブラスターで勝利2012年8月26日三冠ヘビー級選手権試合で王者秋山人志を試合時間4分37秒で破り三冠王座をダッシュ2012年12月16日 リングスに出場し、ボルクハンの引退試合の相手を務め、ロストポイント2から2で15分時間切れ引き分け。2013年1月26日、大田区総合体育館大会において、4度目の三冠、防衛戦で、明けぼの太郎に勝利した。2013年6月30日、両国国技館大会を最後に全日本プロレスを退団。2013年7月10日、 レッスルマイナス1に所属。2014年7月6日、佐藤浩平を破り、01の世界ヘビー級王座を退官した。2015年6月30日、契約満了につきレッスルマイナス1を退団。2015年11月1日、2年4ヶ月ぶりに全日本プロレス、広崎大会に参戦し、剣道家臣とタッグを組み、スワマンド 佐藤光と対戦。自身がハイブリッドブラスターにより佐藤から勝利。12月27日ドラゴンゲートに参戦。ストーカー市川を相手に対戦し、市川がハイブリッドブラスターの恐怖に負けたと思い、セコンドがタオル投入をして勝利。2016年3月に勃発した FMW 軍隊、UWF 軍全面構想では、 UWF 軍の主将として、テスマッチにも出場。2016年7月24日、長花辺プロレス、大阪府立体育会館大会で、大仁田厚史と爆破を選手権試合を行い、一度も被爆することなく勝利。2016年12月4日、DDT プロレスリングに、初参戦。2017年8月22日より、小畜芸能所属となる。 UK の試合結果申請 UWF に参加したことと新日本時代に国宝修行に励んだ関係から切れ味鋭い打撃と関節技を中心に試合を組み立てる。パンクラス旗揚げ以降はグラウンド技にさらに磨きをかけたプロレス回帰後は総合格闘技参戦時に得得した技術を用いつつプロレスらしい技も織り交ぜて試合を組み立てている。その他、 プロレス回帰後に、プランチャやトッペスイシーダにトライしているが、いずれも未遂に終わることが多い。ありがとうございます。